こんにちは、ポンポミユリです。というわけで今回は髪の毛をねちょっと色を入れ直してきて、内側はねまた紫で外が赤で、あと前髪のカットをお願いしてちょっとイメチェンというかをしてきました。髪の色を入れ直した。はい、そう、今回も、原宿のお店のスピカさんという美容室でやってもらいました。髪の毛をね、まあ、色を入れ直したっていうのと、あと今回はその帰りに原宿のラフォーレでちょっと買い物をしてきたので、そちらを紹介していきたいと思います。はい、まず一つ目はこちらです。ナディアっていうお店で購入してきたんですけども、ここのお店初めて行ったんですけど、なんかねこのナディアっていうお店は古着屋さんっぽいなってちょっと思いました。はい、まず靴下を購入しました。こちらですね、こちらの赤と紺のボーダーの靴下と、こちらは銀のシルバーのヒョウ柄の靴下を購入しました。赤い靴下を1個持ってたんですけど、ちょっともう1個くらいなんか欲しいなと思って、赤と紺のボーダーをねちょうど見つけたので購入しました。はい、でこちらのシルバーのヒョウ柄の靴下なんですけど、まあ靴下ね、私いつもスキニーを履いちゃうので、まあ本当にこのくらい、たまにチラッて見えるくらいしか見えないんですけど、このチラッと見えるくらいだったらこれくらい派手でも別に目立たないかなと思って、うん、まあこれくらい派手なものでもいいかなと思って購入しました。こちらの靴下は両方とも1620円でした。はい、次にこちらです。 LA スプラッシュのリキッドアイライナーを購入しました。美容室で雑誌を読んでた時にカラーライナーがすごい可愛いメイクがなんかあって、可愛いと思ってカラーライナー欲しいなと思って帰りに調べてたんですけど、ちょっとねちょうどそこのお店にたまたまカラーライナーがたくさん売ってたので、この4種類を購入してきました。こっちの色はグリーンっぽいブルーっぽい感じの色ですね。はい、二つ目はこちらの色です。ピンクっぽい色ですね。さっき水色っぽい色を購入したので、ちょっとこっちはピンクっぽい紫っぽい色を選びました。はい、三つ目はこちらです。ホワイトのラメですね。こちらは普通にどこでも使えるというか、いつでも何にでも使えそうかなと思いました。で最後です、四つ目がこちらのシルバーですね。まあね、カラーライナーを一つも持ってなかったので、ちょっと今回購入してみて、ちょっと新しくいろんなメイクができればいいなと思って購入してみました。こちらのカラーライナーは各980円プラス税っていうことでね、まあ1000円くらいで買えます。はい、で次なんですけども、ラフォーレで購入した服とかを紹介していきたいと思います。まず一つ目がねこちらです。ジュエティで購入してきました。こんなにね大きい袋なんですけど、1着しか買ってないです。紙袋ね結構邪魔なんであんま好きじゃないんですけど、これとまとめてもらったんで多分袋がでかくなったと思うんですけど、これでね1着購入しました。あ、で紙袋の中にこうやって入ってるんですよ。別にプレゼント用とかで頼んだわけでもないのに、めっちゃ可愛くないですか。はい、こちらです。紺色ネイビーカラーのニットを購入しました。私あんまりニットをね、まあ持ってたんですけど、あの実家に置いてきたりだとか、あとあんまり着なくなってしまったものとかが増えてきたので、新しくネイビーのニットを購入しました。こちらのネイビーのニットと、あと真っ赤っていうかなんかボルドーっぽいカラーのニット、同じやつで色違いがあったんですけど、それもね可愛くて、どっち買うかちょっと悩んだんですけど、はたまたねあのどっちも買うかっていうのをねすごい悩んだんですけど、ちょっと今回はネイビーのニットにしました。こちらねジュエティで7000円プラス税なので、8000円くらいかな、7000ちょっとしました。はい、次のお店なんですけども、こちらのねジュエティの袋にまとめてもらったので袋はないんですけど、ダブルクローゼットっていうところで購入しました。一つ目がこちらです。こんな感じのねちょっとダスティーピンクっぽい色ですね。なんかピンクとグレーが混ざったような色です。なんかラベンダー色がちょっと混じってる感じかなっていう感じですね。これもねニットですね。さっきのはモコモコしてたんですけど、こちらは普通にさらっと着れるくらいのニットですね。あー、なんかこれカラーがラベンダーって書いてあるんですけど、なんかラベンダーだともう少し紫っぽい気がするんですけど、なんかそんな紫っていう感じはしなかったですね。うん、まあラベンダーか。まあすごい可愛いなと思って購入しました。このニットは4300円プラス税ですね。はい、で2着目はこちらです。こちらはね4900円プラス税でした。ちょっと高いかなっていう感じですね、さっきのと比べたら。はい、こういう感じで全部レースになってて、この袖のところ、ほらここだけちょっと透けてたりとか、まあ下の方が少しだけこう透けてる感じ
ですね。だけどこの服のところとかはこの裏地がちゃんとあるので透けないようになってます。これはねちゃんと裏地がついてるのでヒートテックとかも、まあ、見られずに済むのでまあいいなと思って購入しました。はい、最近物欲が割と落ち着いてたんですけど、私的になんか買い物するのがストレス発散みたいな感じになってて、他の欲求があまりなくて、服が欲しいなとか靴欲しいなとか思うんですけど、なんかあれしたいこれしたいっていうのが他にあんまりなくて、服くらいにしかねお金を使ってないんですけど、うん、まあいいでしょう。そう、私もともと前から言ってると思うんですけど、コーディネート能力っていうのが極端に低くて、割とね服がたくさんあるとやっぱコーディネートのね幅も広がるのかなって思って、今年は割とたくさん購入したなという感じですね。小物とかねコスメ系はまだ、買うかもしれないんですけど、多分今年最後の購入品紹介かなと思います。はい、というわけでね今回はまあ髪の毛をね染めてもらったよっていうのと、なんだっけ、服を紹介しました。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。